どうも、アナセです。今回ですけども、最新クラブのシダ動画です。ヘッドスピード40と43のアマチュア2人がアマチュアのためにあるシダ動画です。最新クラブ週間、はい、続いてますけども、はい、祭りが続いてます。祭りですね、はい。今日はこちらのクラブです。はい。はい、QI10 ノーマルね。はい、ノーマルです。で、これ外でシダしたのと、うん、まあ、ここで打ち比べやったの、はいはいはい、純正の S シャフトだったんだけど、はいはいはい、公式ホームページで、はい、まあ、選べるカスタムシャフト、はい、まあ、3つあるんだけど、はい、VF の6、はい、ね、はい、と、フジクラのスピード NX ブラック、はい、あとディアマナ WB、はい、で全部6なんだけど、テラはなんか 6S なんだよ ね。で、そのね、2本がなんと、はい、はい、サンゴルフにありました、はい、でブラック 6S、VF6S どっちがアマチュア、僕たちでちょっと合うのか、その辺をちょっと検証したいですね。まあ、一応VF が元調子だったっけ、元系ですね。で、ブラックが一応先なんかこれ面白いからさ、 VF は元だけど、うん、なんか元っぽくない元みたいな、そうだ、ね、で、ね、黒の方は先なんだけど先っぽくない、どっちもね、意味が分からんの、ね、最近の中に寄せてきてるカスタムシャフト、だからどっちも中ってことでいいですか。いや違いますよ、元と先です。これが先 でこっちが元ですか。元中、中元と、うん、先中ですね。そうだね、はい、ということで一応ね、はい、一応そういうことに、はい、公式ホームページはね、はい、なってますんで、まあ、じゃあ僕らの大体デブ玉傾向ももう皆さん分かっていらっしゃると思いますんで、はい、そうですね、他の動画も見てください。そうだね、じゃあ打ったらどんな風になるのかと、そうですね、このね、旧相手にはどんなシャフトが合ってるのかというのを、はい、まあ、探っていこうじゃないかということで、はい、じゃあ NX ブラックから、はい、行ってみましょう。お願いします。お願いします。エドボル、はいはい、それでは NX ブラック 6S、はい、ちなみになんかあの AI スモークの方も同じ NX ブラックと VF でしたね。何何、なんか仲悪いの。いや、だからそう合わせてきてるんだ、潰し合ってんの。いいじゃん、そっか、対抗して、ね、各社頑張りますね、対抗してるのか、その2つがいいシャフトなのかもしれないよ。そうなんかね、まあ両極端なのかな、最近のさ、うん、先と元の人気だってことなんじゃない？ね。じゃあ、はい。QI10。はい。230ぐらいでした？そうだね。純正シャフト打った時に、うん。はい。それがどうなるのか、はい、玉筋もどう変わるのか。やす。お、なんですか？なんかいい感じでしたよ。お、でもだいぶ高さが減ったような。減ったね。お。まあまあ飛ぶんじゃないですか、このコフェードで、うん、コフェードコフェードでこんな行く、ちょっとスピン量減ったんじゃない、もしかして減ったかも、うん、やっぱブラックのあれじゃないブラックはまああれだよね、俺らも NX 恐怖症の僕たちでも打てるんだよね。まあまあ打てたんだよね、そう、ちょっと柔らかく感じるんだよね、うん、NX 恐怖症あ、右上です。多分芯ら辺に当たったけど、ちょっと開いてた、ちょっと今開いてたね、はい、まあまあ3球勝負なんで、わかりました、もう一回いきましょう。ちょっとカットに入った感じがしましたね、はい、最近練習不足のアダス君なんで、すいません、でもね、素振り始めたさなんか初心者の人が言うようなこの前これ外で打ってさ、すごい飛んだやん、うんゴルフ楽しいと思ってさ、ちょっと素振りを始めました。でも結構やっぱ QI10 それアダスいいんじゃないって人もいたよね、何人か。これこのアダスをここまで持っていける QI10 すげえとかってコメントもあってさ。いやでもそれ思ったね、俺も。ね。球上がるんだと思って。あんな いきなり打ってあんな飛んだらすごいよ ね。あのアダスがね。お、今のはいいけど。俺も当たったぞ。あ、でも高さが出なくなるんだ。ひっく。結構今良かったよね、うん、今マシンに当たった感じだけど、うん、これちょっとドロップ気味、あ、でも2500か、いや、ドロップではないでしょ、上がんないね、うん、こんな感じですね。じゃあ、ハテン君お願いします、はい、ちょっとなんかいい感じでしたよ、 NX ブラック、そうだね、うん、打点のブレはあんまりなさそうだ、そう、振りやすさもありました、うん、かっこいいね、なんか黒でね、あ、
あ、ちょっとワンタッチしました。あ、でも飛んでるんじゃないですか。あ、やっぱ飛ぶんじゃない。 QI10 カスタムシャフトにしようか。なんかやっぱしっかりしてんのかな。うん、じゃあスピン減ったかなやっぱり、うん、純正シャフトも振りやすさあったけど。あったね。だけどそうは言ってもちょっとやっぱりスピンを減らしたりするのはカスタムなんだね。なんかね、シャフトでスピン減るというのはちょっとどうにも分かんないけど、うん、まあ、でもトルクとかの関係かな。飛んでるような気がするんですけど、どうですか。これは畑山が好きなフェードじゃない、うん、あ、あ、まあまあまあ、でもいいっすね。この感じであの飛距離なら飛んでんじゃないか、うん、いや、いいです。あら、じゃあVF 行きましょう。はい、さっき俺240ぐらいだよね。行ってたよね。ちょっと伸びた。シャフトの影響もあるんじゃない。こういや、あるでしょ。まず打点がぶれないのかな。そうだよね、うん、あとこう当たった後持ち上げるのか前に押し込むのかみたいな違いもあるよね、うん、まあ、当たった時の、ね、衝撃をどう吸収するかっていうか。確かに素材が違いますからやっぱり。そうだよね、うん、60トンカーボンなんだかよくわからない、ね、あといろいろつけてますんで。そうだ、あれなんだったっけ、 VF なんだっけ。 VF もなんかあったよね、新しい C なんちゃらをなんか全部にやってんのか、こことこことみたいなあったね。あったね。そう、なんか難しい名前のやつ、うん、最近素材名を覚えないといけないからね。そう、本当ね、難しく書いた書いた。アナス君的にはどっちかさっきのブラックの方が本命でしたね。そうだね。でも、もあこれでさどうなるかだよね、高さとかがさ、うん、でもさっきの結構低かったからね。十分低かったから、これだとチハウで潜っちゃうかもしれないよし。お、あ、捕まんないか。いい、あ、捕まんなくない。捕まんないね、確かに、うん、でも当たりは良かったんじゃない。当たりはいいけどね、開いちゃう感じした若干。あ、でもね、3000出てるスピン。あ、本当だ。フェースがちょっとこう開いて当たった感じだね、うん、こっからこうぶって戻ってこないで、うん、このまま、はいはいはい、マシンに当たったけどお、当たってるけどね。これもね、死んだけど、あ、ちょいフェードなんだ、ちょいフェード。でも VF の時こんな感じだったよね。そうだね。あ、でも飛んでるよ、230いってるよ。パワーフェードパワーフェードいいんじゃない。パワーフェードか、悪くはなかったね。振り感はいいんだけど、やっぱ最後の捕まりがない感じだね、うん、はいはいはい、ドロー打ちたい人にとってはちょっとあるかもしれない。ちょっと、うん、だってタイガーウッズが使うくらい。タイガーウッズ使ってますからね。いや、でも今のフェード打ってんだったら全然いいけどな。いや、俺フェード打ちたくないんだよ。でも230飛ぶんだよ、フェードで。230飛ぶフェードってなんかかっこいいね、うん、確かに。今時みんなフェードだよ、PGA の人たち。俺は女子プロでいいの日本の女子プロで。おー、良さそう。悪くないっすけど、捕まる、あ、捕まるんだ案外。あ、飛んでる、飛んでます。畑山さ、なんか自分の欲しいっていうクラブシャフトとさ、うん、結果が全然違うよねこれね、VF 多分いくらいい結果出ても買わないと思うよ。畑山、絶対自分が選ばないって言ってるシャフトのとかの結果が一番いいんだよね。いや、それハードのやつ欲しくないんだよな怖いじゃんめっちゃいいね。すごいよ。ただもう球低いよ。あ、スピン1600。でも当たった場所はそんなあれで上めっちゃ上ってわけでもなかったんだけど、2人的に音は芯っぽい感じだった、ね、うん、これもいいんじゃないですか。あ、これだとちょいフェードになるんだ。あ、でも飛んでる。飛ぶね。飛ぶ。スピン少ないんじゃない、これもフェードだけど。あ、飛ぶわ。あ、少ない、うん、はい、はい、ちょっとじゃあ見ましょうか。ヘッドボール、はい、ってことで3球最初だけ打っちゃった。最初ブラック3球打ってね、うん、57、え
158.8 あるね、うん、1人234か一番飛んで2球目ミスったんだよね確か2球目は完全なミスだね、うん、はい、で俺は 58.4、61、60か、でも途中240飛んでる、スピン量2300と2400、うん、ピークが30、40、俺のブラックのピーク25、25で、うん、あ、そっか、ん25って何、ピーク25でしょ、高さ、そう、あで、ハテヤン30、30、うん、26、29やっぱ低くなってるよね、うん、俺は2つともコフェードだったから上がってるけどね、はいはいはい、あでもアラス君 VF にしても別に飛んでないこともない気がするんだけど逆にこの最後のコフェードでいって、ね、230飛んでるし、ああ一番でもないか、うん、俺も61あのボールスピード出てるね、うん、265か、 VF いいと思うけどね、 VF いいけどね、でもちょっと 右に左に出たっていうのはちょっと気になりましたね、そうだね、はい、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、とやっぱスピン量減ったね、減った、2つとも、ね、純正の時より、うん、そうだ ね純正の何回も打ってるんで前の動画を見てもらえるとそうだ、ね、助かりますが、やっぱ旧相手にスピン量多くて飛ばないんだよって言ってる人もポチポチいたんだけど、うん、俺もなんかちょっと感じたよね、うん、俺らもやっぱスピンが増えて球が上がってるって感じがあったのは、うん、カスタムを使ってやっぱちょっと低めになってなる、ね、スピンも減ったよね、減った、やっぱりカスタムシャフトってすごいのかな、いやでもね、うん、結構 VF も安定してた感じもするし、そうだね、うん、元で触れないかと思いきや多分ヘッドのがさ、うん、結構優しいし案外合うかもしれない、そうだね、うん、元系でも意外といけんのかな、うん、俺はねブラックが好きですか、 5S とかで、うん、ちょっと個人的な下したい、まあ、なんかね、なんかしなきゃ公式 6S しか選べなかったんで、ね、それが不思議だよね、お店ならもしかしたら選べるかもしれない、ね、うん、ちょっと知ってる人いたら、はい、コメントしてくださいあでもなんか WB6S 注文したとかっていう人もいたよね、コメントでね、コメント全部見てます、ね、はい、うん、まだまだこれちょっと改良の余地というか研究の余地がありそうじゃないですか、ちょっとなんか今回はステルスの時ストレスのあのなんか低スピンの衝撃がないよね、そうだね、なんか優しいヘッド、もしかしたらちょっとあれかもしれないね、実践派なのかもしれない、あ、うん、こう割といろんな人に使ってもらえるような、いや実はやっぱ飛んで曲がら、飛ぶ人だったら飛んで曲がらない、あ俺たち使うとちょっと飛ばないからちょっと物足りないっていう感じかもしれない、あ、なんか飛ぶ人用に作った感じ、なんかやっぱりドラゴンの方々では言ってましたけど、やっぱ飛んでる人にとっての恩恵の方が大きい、あーなるほど、飛ばない人ももちろん曲がんなくなるんだけど、うん、その分飛ばなくなっちゃうのがあるし、あ飛ぶ人はやっぱ曲がんなくなるって結構でかいじゃん、そっか、恩恵がでかい、飛ぶ人は300とか余裕で飛ばせるから280でも曲がらないっていうドライバーやっぱ求めてる、まあそうだね、でもやっぱ300飛ばした方がいいと思うそうだけど、うん、まあ、俺みたいにさ220とか15しか飛ばない人が200しか飛ばなかったらちょっとやっぱそうだ、ね、ダメじゃん、ちょっとやっぱ210でもきついでしょ、そうだね、230にしたいんですよ、30にしたいよ、うん、300人は290ぐらいにしてもいいかなって、そうだね、とかあるからね、うん、そういう感じなのかな求愛点がね、ということで、じゃあ、ね、まあ、今回は選べるカスタムだったけどね、うん、まあ、いろんなカスタムがありますんで、多分ね好きなシャフト持ってる人もいると思うんで、はい、テイラーずっと使ってきてね、はい、なんかおすすめのシャフトあれば、はいはい、コメントお願いします、はい、結構見てるみんなも参考になると思いますので、はい、お願いします、はい、では以上です、はい、ありがとうございました。